皆さんこんばんは、リサです。今日はですね、ルームツアーを軽くやっていこうと思いますので、紹介していこうと思います。今、私がいるのが、お風呂場と洗面所のところになるんですけど、こんな感じでーす。はーい。こんな感じですね、洗面所は。割と、まあ、あそこごちゃごちゃしてるけど、しまい込むスタイルでやってます。なんか手前のところにあって、まあ、ここは下が旅行行く時とかすぐに準備できるようにものがあって、上もそうですね。でタオルとかが入ってるっていう感じになってて、で下の棚が T シャツとズボン系が入ってるんで、なんかお風呂から出たらここでシュッて持って着替えるみたいな、そういうスタイルです。で、ビルトインがあって、で、ここに入れる感じになってます。で、下にいろいろ、まあ、お掃除系のものだったりとか、あとはここに、ストップ、シャンプー系ですね。入ってます。こっちが、手を拭く用。で、こっちが顔洗った時に使う用のタオルって感じで分けてます。顔洗ったのは使ってなんか、一回で洗いたいんで、こんな感じで、手は1、2、4で交換って感じですね。今使ってるハンドソープは前ね、ファンの方にいただいた白を使ってます。もうなくなっちゃいますね。鏡が結構大きいのがお気に入りかなっていう感じです。で、ここは、まあ、前紹介したよね。してないっけ？忘れちゃったんだけど、まあ、美容液とか化粧水関連、お風呂から出てすぐ使うものがここにあります。で、酵素洗顔のとか使ったりするんで、すぐ捨てれるようにゴミ箱。がここに置いてあります。なんか前ね見たんだけどテレビで、整理整頓するにはこういうちっちゃいゴミ箱とか置いておく方がいいらしいって聞いたんで、こうやってみました。便利です。しかもこれねすごいの、あ、すごい粉ついちゃった手が低くて見えなかったけどすごい粉ついて、これなんかスタイリッシュなゴミ箱で上から入ってるゴミが見えないっていうものなので、まあ見栄えがいいかなと思って買いました。こっちの棚がなんか友達が並べてくれたんですけど、香水とか入ってて、結構並べ方適当なんですけど、下が、こっちから髪の毛、で、日焼け止めとか、あとミストとか、脇塗るやつ、で、ここが洗顔、マッサージクリーム、今使い始め、開けたばっかりなくなっちゃったんで、この SK2 のオイル、好きなやつと、って感じ。で、クリーム収まらないんで、ここに置いてあるけど、これはオープンしてるものですね。で、クレンザー。よく洗うのでここにあるのと、その奥はこっちから髪の毛系からツール系まであって、まあ使ってないのですね、上もあるんですけど、そんな感じで、ここはネットとか入る場所がなくて入れたのと、上もねストック系になっております。でさらに上がセラムなんですけど、めっちゃいっぱいありそうに見えるけど背が低いから届かないで手前に集めてますけど、そんなに奥までは詰まってない感じで入っております。こんな感じですね。実はこれ今日届いたんですが、ダイソンのスタンド。でもなんかこれよくわかんない。純正じゃなかったみたいで、わかんないんですけど、こんな感じで置けるので。なんか今までね、直置きしてたらすごい滑っちゃってたんですけど、このスタンド置いたらめっちゃ便利なので、5000円くらいだったかな。はい。めっちゃ使いやすいことになってます。で、なんか他のついてるやつとかもマグネットでここにね、くっつくスタイルになってるので、収納が綺麗にできるものになってます。壁とかね、賃貸で穴開けられない人はこのスタンドおすすめでーす。まあ、洗面所はこんな感じですね。で、相変わらずのこのタワーですが、まあ、あんまり変わってないね。冷蔵庫にも最近は暑いんで冷やすので、パック入れてます。ここは旅行にすぐ出かけられるので、旅行に持って出かけ系のシリーズ、そして巡り着が大量に入ってますね。で、下は結構使っちゃってなくなっちゃったけど、お風呂に入れるバスボムだったりっていうのを入れております。で、ここはね、まだ映したことないんですけど、このウォークインになってまして、こんな感じで、ジムウェア、ゴルフウェア、トレーナー系、こっちがちょっと冬暑いのから薄いのって感じのニット、パーカートレーナーからロンティー、インナー系 T シャツっていう感じですね。で上がなんか結構雑然と置かれてますけど、キャップとかベルトとかって感じですね。でこれちゃんと置いてます。サボンの
あのこれいつ買ったクリスマスコフレの時期に出たやつだっけ、忘れちゃったんですけど、それ買ったやつですね。あとは服がトップス半袖から長袖って感じで、一応色順っぽい感じで並んでんの。実はねちょっとね YouTube のイベントだったりとかで着るちゃんとしたかっちりしたドレスが左側で、あとは長袖が着て半袖系って感じで一応色で並んでます。そんな感じで奥はアウター系が入ってる感じですね。で下はまああの細いものを入れている感じです。家に対してのウォークインの広さはそんなに広くないかなっていう感じですが、まあこんな感じで最近は収めております。でこれスカートなんだけど、これゴルフウェアね、すごいでしょ、ゴルフウェアがすごいね。こっちはーい、この棚は今までにもらった盾とからへんを置いてます花と初めて会った時の写真もあります。上が絵だったりとか、あと神棚はここに、神棚こちらにね設置いたしましたので、ちょうどいいかなと思います、ライトアップされてね。っていうのと、このマッサージチェア、ちょっと今あの花が噛むんで電源を抜いてるんですが、ここと、これポンさんにもらった空気清浄機が大活躍してます。めっちゃ雑然としてますがリビングで、著作権危ない、著作権危ない、テレビここです。ここのタワーは前のままですね。でピアスとかもここに置いてますね。最近いろいろ買ったりとかして集めてたりするのもあります。でこの部屋が花のお部屋です。花ちゃん静かじゃん。ねえ好きなの、こういうことします、まだこういうことします、こういうのなんでくしゃみします。で花のお部屋がこんな感じで、このお部屋は花ちゃんのためにスタメンでもラグ引いたんですけど、置いたぬき置いたぬき、お前ここにいたのか、探してた。本来は編集する部屋になっておりまして、ここで編集したりっていう感じですね。編集しながら花を見て、編集しながら花を見て寝る、そんな感じですね。この部屋です。あ、発見しました。花まさん、花ちゃん、さっきも寝てたんですけど、急に起きてきて、それで探検してますね。はら、はい、おいで。はい、はい、はい、来た。はい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 、ちょっと胸かぶりちゃうんですけど、変な時間に起きちゃったね。はい、はい、はい。さあ、たぬきさんだよ。好きなの。僕クマだと思って買ったんですけどね、なんかね、タヌキさんっぽいっていうことを最近気づいて、タヌキさんだったかもしれないですね。甘えん坊な坊やだね君は。こんな感じでやっております。シルタンと一体化、だいぶ大きくなったじゃないお兄さん。ん、いいね、とてもいいですよ。はい、さっくりですがルームツアーはこんな感じです。全部をがっちりは映してないんですけど、まあ新居での生活もねだいぶ落ち着いてきたということで、まあリクエストもあったので今回は上げてみましたっていうだけの動画でした。最後まで見てくれてありがとうございました。ではまた次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。